はい、おはようございます皆さん。時刻は4時32分33分になったところです。今日はここじゃん、菅野台はバスセンター、バスセンターにやってきております。綺麗なお手洗いがそちらにありました。はい、行きます。今日はここから駒ヶ岳へ登ってみようと思っております。メンバー青ちゃん久しぶり青ちゃん号で連れてきてもらいました。はい、今は、満天の星空が出ております。今日ちょっと夕方から、天気崩れる予報なんで、はい、それまでに間に合うといいのですが、はい、お枝玉から一言どうぞ。はい、ロープウェイには乗れません微妙な誓い出ました。ロープウェイには乗りませんって言っております。いやいや、息からやで。ああ、息からね。ああ、そうそう、息しなはね、帰りしなは乗るやもしれません。はい、はい、そんなことで今日も元気に行ってみよう。だんだんと色が見えてくると楽しいね。夜が明けてきました。どんな一日になるかな。ここで標高1120。どこだよ、高いね。6時やん。北御所登山口、6時です。何キロ？ 7.5 キロです。6時です。待ってたね。ついに登山口来てんだね。はい、はい、ここで残念なお知らせがあります前回の剣早月鬼に続きまして二軍は舞台は2舞台に分かれることになりました。あ、そうなんや。標高上がったらもうちょっとね。はい、ここは1400なんべえな、標高。1442ですね、はい、手元継続で。やっとあの舗装路を終わって登山口から林道に入っております。はい、激しくバテました激しくバテましためっちゃ長かったです。あのタクシー乗ることをお勧めしますねそれがバスやな
直便のバスで、今のバス停あったから、あそこで降ろしてもらう。そりゃね、バス寝打ちあると思うよ。何台抜かれたか、何台抜かれたかな。そうやな。山が大きいですね。うん。なんかこの電線がさ、随時走ってるから、なんかあんまり山深いところに来たって感じがせえへんの。そうやな。どうすんなおい。逃げるから大丈夫です。うん、へえ。おい、どこ行くねん。おし。おはよう。おはよう、鹿さん。おい。待ってくれよ、おい。今日のおやつ、毎度バナナオートミールクッキー、今日はくるみとレーズンも入れてきました。お甘みはバナナの甘みのみです。はい、どうぞ。はい、ありがとう。美味しいね。冗談みたいな登山口だな、これ。6時45分。はい、距離は 10.7 キロです。じゃあ、いよいよ。いよいよ。だいぶ休憩する。大丈夫。もう常に休憩しとるようなもん。えらきついな。まあでもなんかやっと山になって嬉しいな。どうですか。いやなかなかのシャドウやね。ああどうですか。うん、待てたわ。よかった、仲間ができた。待て仲間。ロープウェイプリーズやで。帰りのお楽しみやな。実はロープウェイの往復券を持ってるんですけどね。私がね、口実算数のくじ引きで当てたんです。無期限。それを使わずに、なんと歩いてます。いやでもせっかく来たんやからね、歩いて登りたいという気持ちはあるから。帰りはロープウェイに乗る予定です。もう 150% 乗ります。はい。あおちゃんはもう先に行って見えません。でもどっかで待って、もう先行ってくれよ。カモシカか。やりました。7時29分。2時間55分経過しました。距離は12キロ。うどん屋峠やって。うどん屋あるのかな。だいぶ渡してしまいました。リーダーです。行ってくれよ。風邪ひくぞ。ほんまや、汗びえするよ。もう 150% ロープウェイやからね。うん、休憩させてもらいました。うん、水量さん出てるね。あ、ここね、飲めそうよね。水って書いてあるもん、こっち図には。あ、このここのことやろ。いかにも水水できそうよ。あ、それだ。だって上があんまり栄えてるとなんか余計なもん僕の中でできそうやもんな。うん、こっからうどん屋峠まで激登りらしいですよ。
まあ一歩ずつね歩けば着くから。激動でもないですよ。うどん屋あるんかいな。いやそういう名前のだけやん。ここの山は北アルプスと違って緑の山って感じやね。あの今手元計測でちょうど 2000m 超えたとこなんですよ。はい、2000超えてこれってほんま全然ちゃうね。苔、うんうん、がいっぱいいろんな種類ですごい綺麗、うん、緑の山、うん、しかししんどいで。めっちゃ綺麗な山やで。これ光差し込んでるからね、うん、映像でもこの美しさがちょっと伝わるんちゃうかな。ほんまやね、うん、おー綺麗。ほんとね、やっぱいいね、山は綺麗だ。まだうどん屋なかなかきついね。まあ、でもね、景色が綺麗やからね、あのペースさえね、そんな飛ばさへんかったら楽しいよ。せやな。しかししんどいわ。いやー、一歩ずつでもね、しんどったらちゃんとね、進むんやで。リュウちゃんがいい感じでバテてきたんで、私は安心感がありますね。はい、ちょっと休憩させてくださいね。はい、わかりました。鬼軍曹、どっか行った。鬼軍曹、どっか行ってね。やった、うん、諦めてくれたんちゃうか、このおっさん。すごい。すごいやん。どれやろ、どっか見えてるとこかな。あ、すごいやん。わー。聞いて。あの辺りが木曽駒ヶ岳と思われますが、分かりません。そして我々の鬼軍曹は日々を暮らして先に行ってくれたみたいです。ほ うどん坂、伊勢崎宮田、はい、平和な道です、はい、景色も良かったしね、ちょっと癒されたね、うん、うどん屋。うどん屋峠を越えると展望が広がるんだけど、ほんまやな、うんうんうん、すごい景色やったな。頑張って登った甲斐があった感じやね。う天気も良かったし、良かったね。あ、うまいね。そんなしんどいわ。あ、すごい素晴らしい景色、ね、やっぱうどん屋峠過ぎてからはいっぱい景色に見どころあるね。ちょっと耐えればいいね、これ。龍一さん的にはおすすめはやっぱり朝バスであの停留所まで登って、せやな、登山口まで。ほんならだいぶ楽よね。あの最初の 7.5 キロでだいぶノックアウトやったからね。ああ、いや、その後もしんどかったけどな。ああボディーブローのように効いてきたよ。ああ、しんど惜しみなく連発。ああ、あの苔むしてるだけあって直射日光があんまり降り注がないんでね、あの体力的には楽ですね。楽ではないらしいですけど。楽ではない。しんどい。もうちょっと見たらね、景色が開けててすごいいいよ。はしんど。ちょっとだけこうよ。ね、ちょっとだけ そこら辺でさっきちょっとか。ほんまや。なんか足をね、進めるごとに季節が深まってる感じするよ。足を進めるごとに季節が深まってる感じがすると言ってます。お、紅葉してます。あ、青ちゃんも見て喜んでくれたかね。一歩ずつね、これが秋山の楽しいとこよね。標高上がるごとにね、紅葉が進んでいく季節が進んでいく。窓とかないね、赤い実。今の標高は、2316。駒ヶ岳何メーターだ。2900やったかな。あ、抜ける前やな。お、ちょっと紅葉。うん、いや、不思議な風景やね、これ。
池が出てきました。夏場やったらめっちゃ虫飛んでそうやけど。あ、なんかポイントかこれ。おう。なんか立ってる。あ、そし、一丁が池やて。時刻は8時44分。はい、距離は 13.9 キロ。はい、一丁が池に、あ、今のが一丁が池なんか。6合目。おいえい。はい、休憩ポイントです。あ、休憩。はい、はい、わかりました。はい、休憩は中止となり小屋場まで行くことになりました、はい、意外とね、今の区間そんなにね、なんや言うほどしんどくなかった、しんどいは十分、あの目を楽しませてくれたわ、あの一気にね、一丁ヶ駅までのね、区間はね、紅葉がね、楽しめた、高山病しんどすぎるもうなんか風景がどんどん変わってきて楽しいね、これ楽しいそうです。休憩ポイント来ました、時刻は8時52分距離は 14.1 キロ、あ、綺麗な広場やん、標高は、標高は2384、おー、あー、こっちで休憩してよかったね、すごい綺麗な広場や、はい、小屋場すごいな、うん、小屋ぐらいありそうな雰囲気の、うん、あったんちゃう昔、よし、休憩入ります、はい、おお、すごい。ねえ、めっちゃ広場。広場。はい、おお。お、こうよ。うん、お、こうよ。うん、おお。一面とは言わんけど。真っ白になってきました。紅葉真っ盛り、赤い実出てきたよ、七玉の、すごいね、綺麗やね、おギリギリ雲の隙間から山が、あ、あっちの山すごいよ、すごいよ、はあ、ほらほら、うわ、ねえ、なんか神秘的やな、はあ、すごいよ、人か純吉さん興奮してます。あ、ここ。はい、見て。おお。やった。すごいね。ねえ、こう見て。うわ。ねえ、二巻向けました。わあ、いい登山道やな。今標高が2560付近なんですけども。2500を超えたあたりからこういうね、ハイマツに変わって、ほら、あのちょっと下まではもうああいう、あの七かまどとか木の高い木々なのに、背の高い木々なのに、なんか一気に様相が変わって、船久保ポイント9時34分はい、船久保7合目です、距離は 15.1 キロ、はい、開始からちょうど5時間、はい、標高は2631メートルです、へえ、やったね、はい、いやでもね、すごい綺麗な景色でね、ちょっと感激した、はい、今下山中の人と一人すれ違いました、はい、あもちゃん私らより 2,30 分先行してるって言った、はい、そう、私に情報いただきました、はい、恐ろしく早いって言ってました獣かいや生き生きしてんねやろ、あ、真っ白、こうなって山の天気は変わるよな、なんかすごい象徴的な、そうやったね、はい、あの船久保から
ここが7合目でした。すいません。嘘つき。9時37分です。9時37分、5時間2分。まあ2分しか違うからね。はい、ニアリーゴールやね。標高は2638メートル。はい。象徴的な岩があるところ。はい。もうすごい勢いでガスが上がってきてね。はい。いやー、あの樹林帯はね、あの、勝手に、やっぱりなんか特別感あるね、標高3000近いと。ああ。もう丸2年ぶりぐらいから嬉しいよ。アルプスね。中央アルプス初めてやし。わあすごいな。神秘的やね。すごい雲の流れ。すごい綺麗に見えるぞ。ちょっと晴れてきました。一瞬のこう晴れ間かなって感じするけど。前の山が稲前岳だと思います。2883メートルかな。あそこら辺に見えてるのが。頑張れ、ゆうちゃん。しんど。熱。一気に行くぞ、木曽駒まで。ぼちぼち行こうや。あ、ぼちぼち行こう。高山病になるわ。あ、ぼちぼち行こう。あの、青ちゃんが諦めて先行してくれたと分かってやそっとしたよ。うわ、青空出てきた。なかなかきついね。あの近くに見えてた山はなかなか近づけへんな。しんど。いや、やっぱ標高高くなるぞ。はい、出来上がるね。今2730って持ってけ。だいぶね、ちょっと空気薄くなった感じする。マイペースマイペース。またしても一皮むけた風景になってきました。ステージ5ぐらいでしたね。早月の時みたいにハーハーしか言えんわ。ハーハーしか言えん。わあ、綺麗な登山道だな。ねえ。息が薄い。薄いな。さっきのが7やったらあれが8やろ。なんか祠が立ってるわ。あー、いいね。はあはあしか言えておりません。はあ、こんな感じです。空気薄いと言っております。ここに祠が見えてますね。あ、それか、8合目に到着しました。遠かったな、8合目。いや、でもね、8合目ね、すごくね、綺麗な祠と石碑が。ちょっとあそこまでね、
行く？もう行こう。ロープ張ってあるし。あ、行ったらあかんのやつやな。で、こっから手合わせとこう。無事ここまで雨も降らずに青空も見えたまま来させてもらってありがとうございます。どうか、駒ヶ岳も無事登っていい景色見れますように。で、右に見えてるのが稲前岳2883メートルです。どうする？はい、10時20分、休憩終わり。距離は 16.6キロ、はい、高度は何ですかね、2883、はい、2883だそうです。やりました。人が増えてきましたね、はいはい、やっとメインの道にたどり着けた感じします、はい、じゃあ行きましょうか、はい、多分ロープウェイに降りていく道やで。あ、そうなんや、うん、だから帰りあれ通らなあかん、この下が千畳敷カールなんじゃない。あ、そうなんだ。ロープウェイ乗り場、うん、ガスが晴れてあれやな。わあ、なんか綺麗だね。うん、わ、美しい。あ、ぼんやりしてしまった。すごい。言うたら剣を使ったらあそこまで来れたってことやな。そうや。10時43分、17キロ、はい、標高はね、2800何がしかな、2899、はい、標高だね、もうすぐや。何やら人の多いところに出てきました。宝剣山荘右。千畳敷駅ロープウェイはこっちやな。分岐だね、うん、分岐時間は10時51分、距離は 17.5キロ、うん、さあどうしますか。行こうや。あ、よかった。こちらの方が遅いかもしれんで。どうしましょうかね。かけるピストンしてきたんですよ。ああ。よう会えたわ。どれぐらいかかった？あおちゃんでピストンして。1時間ぐらい？え？1時間もかかってないと思います。へえ。うちらでうまく。うん。まあでもこう行って帰ってきて1時間半ぐらいやったら。3時間？うん。
1時間待ってもらうかな。あ、全然大丈夫大丈夫。いやさあ焦らんといてや。うん、そんなほんま怪我したらあかんから、うん、もう待つのは全然構わないから。あおちゃんはここからピストンで、はい、車駐車場まで行きます。はい、我々は今から。よく会えたわ、ありがとう。はい、作戦会議終了。はい、もう木曽駒まで行って帰ってきたんやで。もう信じられへん早く。はい、我々はのんびり行きます。はい、あおちゃんだけで先に見捨ててくれとったらもっと早かったよ。うん、探した。どこ行ったかな。溶け込んどいた。11時8分、はい、18キロ中岳です。はいはい、もう早速するしよう。ここな、はい、ちょっと多いんでね。こっちで行ったらあれです。はい、よし。いや、ここまで登っていかなかったのか。あ、そうだよ、割と思って近そうだな。はい、大渋滞でした。いや、小山みたいに一通になってないからね。もういろんなところを通って登ってるから11時14分。はい、距離は 18.3 キロ。はい、ありえるそういうことも。いや、でもやっぱさすが日本百名山人気やね。あ、大阪50座だったらちょっと人気がちゃう。朝から晩まで誰までは誰も会わへんと。そんなことないな。でもここに来るまでの道は、そうだね、貸し切りやったね。千畳敷あのロープウェイの合流するまでは、うん、下り2組、うん、そうだね、小田ぐらい。確かに。しかよう言わんわいな。5歳の子が登っとったらしいで。3兄弟の5歳が。横で行きますよ。はい、チーズ。ここはね、もちろんお参りもするんですが、とりあえず現在の時刻は11時27分、はい、距離は 18.7 キロ、はい、やりました。はい、木曽駒ヶ岳到着。到着しました。はい、やりました。記念撮影してお参りしましょう。はい、であの写真、これが三角点らしいです。これ三角点、はい、タッチやりました。はい、そしてはい、ありがとうございます。疲れました。お参りを済ませて、山頂付近でお弁当にしたいと思います。今日は純吉弁当あります。ちょっと豪華版、行楽版。はい、あ、入った。今日の弁当、じゃーん、いなり。頑張りました。おいしい。いなり最高。ウインナーもあります。定点カメラ。うん。いやでもね、ほんま1秒ごとにね、様子は変わるね。うん。でも晴れ間。はい。11時47分。いや、一時はね、雨が降ったらここ諦めようかとか言ってたんだけどね、こうやって晴れ間も出てね、ちょっと残念ながらガスってますけどね。うん。無事登頂できて何よりでした。はい。下山開始。はい。
大阪50山以上やで。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。いや、しょっぱなのバス道でだいぶ消耗してたからね。いや、ほんまに。いや、でもその後はね、楽しかったよ。森林限界のあれとか、うん、景色も良かったし。ちょっと、今までにない山の姿やったからね。うん。いや、ほんとほんと。ええ山でしたわ。いや、ええ山やった。ほんで、雨も降らずに済んでね。うん、景色も時折見えて、うん、ちょっと富士山見たかったからそれ残念やったけど、うん、まあまあでもいい一日でした。まだ終わってない。あれ登れへんよな。登れへん。登れへんかったよな。うん。あそこに分岐があってこう、うん、ね、うちらがあそこから降りてきたんよ。はい。12時23分。はい、距離は 20.2 キロ。はい、分岐に到着です。ここから千畳敷駅へ向けて右折です。はい。あ、すごいな、見えてるとこやな。あ、すごい、なんかさっきより全然霧が晴れたね。おお、すごいすごい。綺麗。これが千畳敷カールか。あ、なるほど。うん、カールしてるね。すごいな。綺麗なもんや。なんかね、植生が違うから唐沢とかとも違うし、なんか本当なんかここ独特の風景、この360度ナイスビュー、あの霧が晴れたおかげでね、ほんめ、あ、こういう全容やったんやっていうのがよく分かった。よう晴れてくれたわ。うん、いや本当にありがたい。まだでも私途中だからね。このゴールルート使われへんみたいな。おもうこっちから。うん。あ、ちょっとガスかかってきたね。あ、ほんまや。千畳敷カール。何時？12時49分。あー、なるほど、ここが映えスポットなわけね。ちょっとガスってきたけど。うん。これ入る。うん、へえ、ちょっと撮った。うん。いや、本当ここ天然記念物言うだけあってすごい綺麗ね。まあ所長どうぞ。大変お待たせいたしました。本日は中央アルプス観光駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。それでは標高2612メートルの日本で一番高い駅千畳敷駅を後にして白火平駅へと下っていきます。本日は中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。はい、ゴンドラ内、またお帰りのバスの中でもマスクの着用と席エチケット、またできるだけ大きな声での会話はお控えいただきますようご理解とご協力のほどお願いいたします。それでは日本で一番高い駅千畳敷駅を後にして白火平駅へと下ってまいります。どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。ここ
が朝えっちらおっちら 7. 何キロ走ってきた区間です。めっちゃしんどかった。1時55分現在、さっきバス着きました。あおちゃんを出迎えに行きます。なんと1時59分、4分遅れで到着。お疲れ、早かったな。さすがやな。はい、もうバスの中から拍手喝采やな。うわ走ってるでみたいな。どんな一日だったでしょうか今日は。ヘロヘロよ、もう。もうすごかったですね、リュウジさん。もうハーハーしか言ってませんでしたね。映像にハーハーだけが残ってました。まあでも無事、あこんなね天気も良かったしね、ラッキーやったね。はい、はい、どうですか。ヘロヘロやわ。いやでもね、あの帰りの千畳敷の駅の付近もすっごく綺麗だったしね、うん、やっぱトータルでねすごい楽しかったね、うん、あの時間も終わってみれば2時にぴったりに帰ってこれたし、うん、帰りのバスもこんな長いことでなんぼすんねんと思ってドキドキしたんですけど、830円でしたね一人、うん、はい、で帰ってこれました。もうワープですわ、うん、もう駐車場のすぐそこ。もう超ラッキー、これ830円値打ちやった。あおちゃんどんな一日でしたかね。楽しかったですか。あ、楽しかったです。よかった。ごめんね、あお待たせして、ごめんね。あおちゃん人やったらもっと早かったのに。でも終わってみればバッチリやね。ナンバー今朝のナンバー、これできました。はい、かっこいい新車です。あ、そうですね、新車できる。そうやね、ボルボです。かっこよかった。はい、コマクサの湯にやってきました。はい、はい、あのスパステからすぐでしたね。はい、ここで一汗流してから帰りたいと思います。はい。